ちっちゃかったのに、ここ来た時こんな大きくなった。へえー、でこれもこんなちっちゃかったのにこんな大きくなった。すごい水槽が大きいからね。ほんと金魚、すごい、すごい、ありがとう、ありがとうございました。新潟製鋼所って書いてあったな。新潟？新潟。キハ52。135。定員96名。これ引いてたやつだ。え、汽車で引いてたん？わからん。これ D51 じゃないや。なあ。C58。ここに石炭やな。うん。機関室。しぶしの石炭やる。ああ、ほんまや。で、そこにタオルあるの見える？あ、はいはい。そこのタオルあるやろ。うん、あれにマッチ棒で燃やすやろ。うん、マッチ棒を燃やして、マッチ棒をタオルで包んで、あのなんか石炭入れる、くべる。こうやってさ、ハイサーって入れるところあるやんか、あそこにぶち込んでボーってなるらしい。あ、そうなんや、あれ火種なんや。へえ、知らなかった。上に、あ、確かにこんなコブなんかなかったもんな。上のさ、ほっこりある。うん、うん、あれあそこに砂が入ってるはず。え、砂なの、うん、あ、そうな。おお、いいな、正面から見れるってなかなかないもんね。11時より静かショーを開催いたします。あれね、手が洗ってもやっぱ臭いね。火をとつけれる？あ、ほんま、後でちょうだい。これでいいん、父。山ちゃん釣り行ったことあんの？あ、そうな？あ、いつも釣れてんの？すごいなぁ。やっぱカズジーはすごいなぁ。ほんまにドキッとするの。
よしよし。こっちで。まだまだ。おお。おお。焼きながら食べてまた焼いてって繰り返した方が美味しいよ。こっちを回して周りを溶かして、そう溶けたところに火がついたのを回して、じゃあんま風しないで。やばいじゃん、炭めっちゃついてる。ほらほらほら、いい感じやん。いい感じやけどさ、炭がここここあー溶けていってる。うん、それをパクって食べて、やけどしないようにね、熱いから。熱いぞ。
ふうふうしてて。ねえ、めっちゃ滑りにくい。ねえ、やめちゃん大丈夫？やついてる。こけるからな。あれ、僕言うんだったら自分でする。ありがとう。それ食べたら。やっほー！じゃん。先ちょっと食べれば。で、また焼けばいいじゃん。どう、おいしい。よかった。山ちゃん大丈夫？やけどしてない。